あれね、カメラ。カメラあれ。まだまだです。髪型が今日あれだ。めちゃくちゃ。これ髪切ったばっかだから。ここは髪切ったら目線バレますね。バレる。はい、どうも始まりました。チョリのエンジョイニア遊びということで、今回のゲストは、あれ？今回のゲストは、はい、平口塗装の平口と申します。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。平口塗装さん、塗装職人。はい。どうですか、調子は。塗装職人。職人仲間、まあ、職業は違うけどね。お互い職人ということで。そうですね。で、どこでやってるのとか、そういうのをちょっと言っといた方がいいんじゃないか。島田市で拠点を置いて、まあ、エリアは、西は、まあ、浜松ぐらいまでも行きますし、東は、富士宮、まあ、都内とかも行っちゃうんで、まあ、あんまり。県外も行くんだ。行きますね。へー。全然。それけど何あれ、自分の仕事？自分の仕事はそんなないんですけど、うん、何あの応援みたいな。そうですね。ああ、応援みたいので都内とかまで行っちゃうわけね。はい。すごいね。どうなの？うん？呼んでもらえればどこでも行っちゃうんだ。言ったなお前。めっちゃ遠いところなんだよね。こいつ呼んだろみたいな。へえ。そんな遠くまで行くんだ。けどこっちの方と県外だとなんか仕事のあれとかって変わってくんじゃないの？その単価とかも違うんだろうし。ああ、もう単価は違いますね。全然違う。はい。都内、東京近辺と、うん、西はやっぱ名古屋とかだと、うん、間挟まれてるんで静岡が一番バランス取れてるとかって聞くんですけどね。単価的には。そうなんだ。はい。ちょっとよくわかんないですけどまだ。愛知とかも高いの？愛知は聞く人によって違うんですよね。塗装か。塗装屋さんって結構いっぱいいるよね。いますね。すげえいっぱいいるよね。なんか個人でやってる人とかさ。そうですね。別に看板出してなくてもさ、はい、すげえいっぱいいるよね。いっぱいいます。知らない人とかも同じ町でもたくさんいますもんね。へえ、はい、ライバルいっぱいだね。そうですね。まあ仲間意識持ってみんなやってるんで。本当か。助け合いな。本当か。それぞれあそこより安くやるんで、あの俺に頼んでくださいみたいな。いや、そんなことはしないですね。しない。ああ、それやっちゃうとね、業界のね、価格がね、そうですね。技術の安売りになっちゃうからね。安売りはしないんで。お庭屋さんでもいるからね、全然。安くやるんで、安さで勝負しちゃうやついるからさ。それやっちゃうとね、ダメだと思う。そうですね。さすがだね。はい。分かってるね。若い世代からやっぱそういうの作っていかないっていう、意識で。なるほど。言ってるっすよね。言ってるよ。俺は全然言ってるよ。見てるっすね、僕もそう。でしょ？はい。今何歳だっけ ?28 っす。28歳。はい。何歳の頃に、その、独立したの？独立は25ですかね。早いね。5ですね。25で独立。はい。早いね。そうですか。早い方なんじゃない？あまり計画性持ってやるタイプじゃないんで。まあ、見てるの分かるわ。もう行き当たりばったりで、ね。そうですね。だろうね。一緒ですよね。ちょっと俺の方が。嘘だ。まあ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 。へえ。まあ、計画性あっても計画通りできないからね。そうですね。無理でしょうね。はい。やっぱ季節によっても違うの。その仕事の忙しさだったりとかさ。忙しさは、うん、あまり左右はされないんですけど、まあ個人のお宅を相手にしてると、う梅雨時とか今からの時期は、うもう今からだね、外部の仕事だと、うん、あの結構期間が長くなっちゃうんで、う雨でできなかったりとか、うそういうのになってくると結構詰まっちゃったりとか、うはあるっすね。あとは屋根の大きい工場とか会社とかの屋根の塗装とかっていうと、うん、もう夏場は40度以上照り返しで、はい、おの体感温度になるんで、やばいね。もう
そこは避けてくれみたいな会社さんだと都合があるんで。あれさ、乾くまでに、夏の方が乾くの早いとかそういう感じじゃないの？夏の方が早いですよ。ってことはなんか仕事も早く進むんじゃないの、夏の方って思いがちなんですけど、うん、今度はあのクオリティが下がっちゃうんで、要は早く乾いちゃうんで、うん、塗り重ねとかやるんだが出てきちゃうんで、うん、まあ、通りでこう通しながら短いスパンで行ってとか難しいんすよ。大変だね。なんか意外と大変なんすよ。塗りゃいいってもんじゃないんだね。違うんすよ。塗れ塗っといてくれ簡単にこういう人とか言うんすけどなるほど、ね、塗りゃいいってもんじゃねえ。もういろいろなんか工程があってのね。そうなんです。あ、なんか見てるこっちはね、なんか楽しそうだなぐらいにして見てるけど、その工場のやつとかあるんだ仕事。まあそうですね、大きい塗装屋さんの仕事とかで、ああ、まあ、直接とかはあんまないですけど、はあはあ、ええ、あ、それでちょっと平口くん来てよみたいな。そうですね。で行きますって。はい。いいな。何千平米とか、まあすごい人っちゃうと何万平米とかやるですよね。そんな塗るとこあんの世の中。ありますね。ありますね。僕も思うんですけどね。へえ。一回塗っただけでもうあれだよね。何年って塗らないもんね。そうですね。今そこが大変だよな、塗装って。そうですね、10年とかだよね、持つっていう塗料が。庭だとさすぐ入ってきます、ね、そうだから、また来年もとか半年後もまたよろしくとかさ、だからそのお客さんとずっともう一回つながってさ、あ、そう、ずっと来るからさ、短いスパンで、そうそう、とかあるから、はい、塗装ってそうじゃねえじゃん。あれじゃないですか、もう5年ぐらい生えてこない切り方してくださいみたいな言われないですか。言われないね言われないね、全然言われないね。もう言われたらどうするんですか。いや、それだったらなんか新しいちっちゃいやつやとかね植え替えとかの方がいいんじゃないですか、はい、とかって言っちゃうけど、あ、そんなこと言われたことないね。それ言われたらもう商売なんないですもんね。なんないね。もう5年えってなる本当に。もう抜いちゃうしかないですよ。そう、抜いちゃってなんかまた新しい苗木から育てて、それを楽しんでくださいって提案するね、はいはい、それだったらしょうがないそれは恐ろしいですね。ねえ、塗装業界も奥が深いね本当に。深いですよ。何色が好きなのあ、それ、あれか、お客さんが選ぶんか、この色にしてください。じゃ、お任せでって言われたら何色にすんの。お任せでって言われたらもう大概現状復帰ですね。あ、元の色のやつを、ね、はい、あ、まあ元の色といっても外壁とか外だと、うん、あの冷めて汗てきてるんで、うん、その汗た分を想定して、うん、新、あの新しかった時の色を想定して、うん、現状復帰、へー、お任せ、まあ一番無難なんで結構言われるんだけど、何色でもいいよみたいな。あ、言われるっすよ。言われるんだ。言われるっすよ。自分の好きな色にしちゃわないんだそこで。いや、さすがに、あの、さすがにそれはねなんで、でも塗り終わってから違うじゃんっていう話になるといや、でもあるんですけどね。あ、そうなの。そういうのもあるんですけど、まあだからあのシミュレーションみたいので、うん、あの、まあ絵を、絵を見せて、絵っていうかこう写真を撮ってワンタッチで色を変えれるアプリがあるんで、すごいね。そう、それでこんなイメージですっつって、へえ、やれば一番分かりやすいですよね。色によって値段は同じ、塗料によって違うだけ、その、いや、色によっても違うんですよ。何色が高いの。赤とか。赤が高いの。青とか。なんで。原色って言われる色は、はあ、高いの。高いんですよ、塗料も。理由は、理由は着色料みたいなのが入ってるから。顔料が多いからでしょうね。え、どういうこと、顔料って。あんまちょっと詳しく聞かないでください企業秘密みたいなへえ、マジか、面白。黒とかもやっぱ濃い色は塗料が高いっすね。じゃあ安いのは白とかなんじゃ。そうっすね、白とかベージュとか黄色のベージュとか、そういうの安い。薄い色は安いっすね。へえ、まあ薄い色の方が紫外線とかは吸収しにくいじゃないですか、服とかもそうですけど。確かにね、はい、うん、なんで濃い色を塗れば汗も早いし、はあ、吸収しやすいんで、はあ、紫外線が、はあ、まあ、真っ赤なうちにする人なんていないですけどね。ほう、
え、真っ赤な家とか俺全然いいと思うけんな。いや多分近隣から迷惑来ますね。なんで？やめてくださいじゃああれだよ、屋根とかは別に普通に瓦だけどさ、はいはいはい、赤の家とか全然いいと思うけんね。いや真っ赤って結構インパクトありますよ。もう刺激的っすよ。いいじゃん、威圧的っすよ。似合いそうっすけどね。似合いじゃレンガとかだってそういうに近いじゃん。あ、まあそうっすね。じゃない、系統的にはまあ円字っていう感じですかね。ああ、うん、俺 何色の家にしようかな。やっぱ紺がな、紺とか緑じゃないですか。ああ、あの色好きだわ、あの濃い緑。濃い緑って言うんだろう、なんだろう、ディープグリーンみたいな、モスグリーン、これより黒い、あ濃い、ああグリーンの家。けどグリーンの家だと木が生えなくなっちゃうな。そう、ね、逆にそのそうす、ね、重なっちゃうからやめるわ。茶色とかいいんじゃないですか。落ち着くよね茶色は、はい、何色の家にすんの自分の家。うん、僕はもう真っ白っすね。うわ、あの純粋なんだ。うわ白か似合わな。そうっすか、似合わねえよ白い家似合わねえよ。白が一番いいっす、ね、オレンジとかにすればいい。オレンジもいいっすね。オレンジも高い。オレンジも、まあ、白とかに比べれば、あまあだけどそんなに知れてるんですけどね。なんか何個かカラー使いたいわ。あ一色じゃなくて、はい、なんか3色の家とかめんどくさいのそういうのって。まあ、手間はかかりますね手間なるほどね。あのワンクッション手間がかかる。あけどあれか、塗装屋だから別にもともと塗りじゃなくて塗ってあったやつを塗り直すみたいな感じってことでしょ要は。まあ無塗装面にも塗るんで。無塗装面、ああそういうこと、外壁で。そうですね、まあ、色つけてませんっていう。そうですね、色つけてませんっていうか今の戸建、まあ、て住宅で言えば、うん、大体が、うん、あのサイディング、溶業系サイディングって言っても工場でできてきた壁をバンって貼ってるだけなんですよ、うんうん、あれって工場でまあ塗装してあるんですけど、うん、あれですよね。何だから何の話でしたっけ。何を言ったの。何でしたっけ。いやあのだから外壁を無塗装面にまで塗るっていう話をして、今のあれは工場で作られてきてっていう話。まあ、工場で塗装されたものを、うん、またうちで立ってつけて、うん、それを塗装するっていうのは初めての塗装じゃないですか。リフォームでやる。そうだね、うん、はい、家以外なんか塗るの。家とか工場以外、例えばさ、じゃあ家具とかさ。あ、家具もやるっすね。やるの。はい、どうやって決めんの。平方メーターで決めんの。お金の話ですか。そうそう、あのお金家具は単発だったら一式になっちゃいますよね。もうどういうこと。一式、その家具一台いくらみたいな。ああ、なるほどね。ダイニングテーブルだったらダイニングテーブル一ついくら、うん、へえじゃなきゃできないですよね。車は塗らないの。車はできないっす。ねえ、なんでできないの。いやもう勝手が違うんだよ。全然違うの。全然違います、機材から環境から。へえ、じゃあ今から今度俺の車塗ってよっつっても塗れないの。まあ、どこまでを求めるかっすよ。まあね、まあね、確かにそうだよね。よく言われるんですけどね、車塗ってよみたいなって言われるんですけど、うん、やっぱり難しいっすよ。へえ、そうなんだ、ね、今度練習してみたらいいじゃん。俺の車で、鉄箱でやらせてくれますか。うん、いいよ。いくら、いくら。またお金の話。そうですね、へスプレーでやるんで。そうなんだ。シューッつってやるじゃん。なんかもっと全然なんかしょうもないと思ってたわ。誰ですか。お前もなんかここ連れてくるやつみんな意外としっかりしてるんだよな。ちゃんとしてる。話してみると結構みんなちゃんとしてるんだよな。あ、でもね、みんな着飾ってるだけだと思うんです。あすごいわ。けど俺塗装の仕事振ったこと一回もないよね。ドラム缶やりましたね。あ、それ俺のやつだね。個人的に頼んだやつだよね。やりましたね。だよね。なんか誰々が家塗ってほしいんだけどとかないもんな。
なかなかないっすね。だって高いよね。だって何百万とかするでしょ。になっちゃうっすね。でしょ。それだけのね、かかっちゃう仕事だもんね。あれって足場代とかも高いんでしょ。足場も結構かかりますよ。自分で足場はやんないの。自分で足場はできないっすね。なんで。いやー、やろうとも思ってないですね。それたまに思うんだよね、はい、だって足場は足場屋さんに頼むわけでしょ。そうですね。自分家で足場屋やっちゃえばさ、いいじゃんって思っちゃうんだよ。まあそういう人もいますよ。いるんでしょ。はい、います、います。で、初期費用がかかるの、その。そうですね、資材が結構1軒分だけじゃ自分らでやるっていうと全然1軒やっちゃうともう終わりじゃないですか。おう、建てちゃえば。おう、だから他に来た時に回れないじゃないですか、足場立てる。ああ、確かに。そうだから住宅をやってる人っちだったらもう何軒分か買うんでしょうけど、結構かかると思いますよ、資材は。で、置く場所も欲しいし、あ、トラック、そうなってくると運ぶトラックも欲しいし、あ、ユニックとか4トンとか。あ、僕はやろうと思わないですね。やらないんだ。きついし。きついの。足場屋さんきつそうだね。足場屋さんきつそうだね。きつそう。めっちゃきつそう。そんなもんってアンチ。ねえ。へえ。たまに思うんだよな、本当にそういうの全部自分家でやっちゃったら楽そうなのになったら、やっぱ大変なんだ。いや大変っすよ。割と力仕事は自信ある方じゃないですか。うん、そうだね。あれはやっぱ別物ですね。もうだからもうやってくれって頼んだ方が早いし。早いっす。ああ。早いっす、早いっす。そうなんだ。へえ、面白いね。なんかそうなんですよね。面白いね。はい、あ、まあ足場屋さんもたくさんいますしね。そう、いる、たくさんいますよ。いっぱい、たくさんいます。足場屋さんが結構若い子が多いんじゃないですか、建築。ああ、すごく知ってる中だと。そうなんだ。やっぱ力あればとりあえずは入れるんで。まあ体力あればね。体力あれば持てる。結構これだって植木だって技術が必要だし、そうだね、塗装だって技術が必要じゃないですか、うんうん、ある程度、うん、入りやすいっていうところはそこなんじゃないですかね。ああ、足場屋さんね。ああ、俺足場屋さんの友達がいねえな。本当ですか。今度連れてきてよ、ここ。いや、僕も友達いないっすね。友達じゃなくていいよ。足場屋さんちょっとつながりたいよ。いいわ。へえ。ずっと島田でやってんの仕事ですか。うん、そう、島田っすね。へえ。仕事やりだしてから。え、何歳からやってたんだっけ、塗装や。塗装20歳っす。20歳からやってんでしょ。20っす。じゃあ20ぐらいで塗った家って今どうなってんの。もうハゲてきてる。もう8年ですからね、ハゲ始め。そうっすね。へえ。来てるとこは来てるでしょ、ね、じゃあもう一回再営業かけなきゃ。そうっすね。覚えてないっす。やりだしの頃だよね。20歳ぐらいの頃だもんね。俺も全然覚えてない。ていうか勤めてた時なんで、その時は。ああ、そっかそっか。勤めてたって、お前あれじゃないっけ、自分家じゃないっけ。そうそうそう、だよ、ね、父親が塗装屋なんで。だろ、親父の現場ですね。じゃあ営業かけて取らなきゃ、お客さん取っちゃう。そう、全然ありっすね。約10年なんだけど、やっぱその、あ、ごめんなさい、いいよ。約10年なんだ。何ですか。とハゲ始めるのとか。10年ぐらいですね。やっぱ取るによっては15年とか20年とかって、今すごいいいやつができてるんで、書いてありますけどね。これで何年ぐらい持ちます、持ちますっていうの書いてあるんですけど、それさ、例えばさ、10年ぐらい持ちますって書いててさ、塗るのが下手くそな人だったら早くハゲちゃうとかあるの。あ、それもちろん。塗るの上手い人だったら長持ちするみたいな。あります、あります。あるんだ。塗るの上手い下手というよりかは、その規定量みたいのがあって、はあ、まあ、どれだけ塗りつけてください、それをちゃんとやっての上で10年ですよ、15年ですよみたいな。そんなあるんだね。そうそうそう。塗料ってめちゃくちゃ種類あるでしょ。めちゃくちゃありますよ。ここ何年かで増えたとかじゃなくて、昔から結構あるの。昔から結構あります。まあ、ここ何年かで新しいのポンポン出てる。そう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 。何で差別化されてんの、それって。色？いや、なんていうんですかね、流行りとか。流行りは流行りもあるでしょうね。あ、多少なりとも。なんかあとやっぱランクというか、その塗料の性能が良し悪しで、やっぱ塗料の性量って何で変わるの。性能、性能、性能、何で変わるの。
耐久性、耐光性、あとは遮熱塗料とかだと熱を反射させるんで、はあ、屋根に塗る遮熱塗料。分かんなくない？そのこれ遮熱性あんなみたいな。いや、もう目で見たら、はあ、もう何も分かんないですよ。だろうね。何も分かんないけど、こういうあの温度計とか、ああ屋根とかだったら屋根裏入って温度計やれば塗る前より何度違いますみたいな。ほお、それで分かりますね。すごいね。はい、エアコンの効きが良くなる。ああ、そうです、そうです。へえ。いいね、それね。はい。そうなの。遮熱塗料っていうのは。高いの、遮熱塗料。遮熱塗料は、まあ、普通の塗料に比べると高いですね。で、家に塗ってるやつ全部遮熱じゃないのっていうか、そうでもないんだ。ではないですね。へえ。ではないです。おすすめの塗料。おすすめの塗料あ、けど別に一般の人は手に入んないのか。そうですね。そうだよね。おすすめの塗料行ったところでね。はい。ホームセンターとかには置いてないんで。だろうね。プロじゃないと仕入れれないような、そうですね、あれってことね。まあ今値上がっちゃってるんでね。なんで？コロナとかもあって、あ、ウクライナとかあって、ああ、へえ。それもあ、外国産なの？外国産ってわけではないんですけど、うん、やっぱ輸入とかそういう関係でしょうね。あ、石油とか。それで、はい、へえ。仕入れも大変だね。じゃあ、そうですね、原材料とかが、ああ、高騰で。そうなんだ。こっから梅雨入るけど大丈夫？仕事。まあなんとか可愛がってもらってるんで。ああ、応援行ってる。周りの方々に、はい、そういうところで応援行ってるんだけど、自分の仕事欲しいってなんない？まあそうっすね。なんかまあだけど勉強にはなる。勉強にはなるんで。だよね、勉強にはなるけど、なんかまだまだ知り得ないことたくさんあるんで、そんなことも知らなかったのみたいな言われる。はい、あ、あ、知らないっす、ありがとうございますみたいな感じっすね。へえ、はい、いろんな方いるんで面白いですけどね。塗装今度俺バイトで呼んでよっつったら使ってくれんの？いや、いやっす即答じゃねえかよ。毎回言うんすけどね。しょっちゅう言うんすよ。ちょっと塗装ちょっと楽しそうだから、ちょっとやらしちゃうって言っても、いやっす、毎回言うんすよ。人んちとかじゃなくてさ、なんかないの？この間やったじゃないですか。何を？ドラム缶。ドラム缶はだって自分のやつだ。違う違う、普通に。なんか楽しんでたっすよね。どっかの看板みたいなとかさ。看板って結構重要っすよ。てかさ、もう見られない裏とかさ。あ、なんか塗装楽しそうなんだよな。わかんない、楽しいかどうかやってみないとわかんないけど。やってみると結構汚れますよ。汚れるのは別にいいよ。大丈夫ですか？大変なのは何？その夏の暑さ以外は何？やばいのは、うん、やっぱ吹き付けっすね。で、どうなの？吹き付けと自分のとこに来るの？まあ、自分のところにも跳ね返ってくるのもあるし、うん、あとはこう防毒マスクっつって、うん、こう有機溶剤、うん、体に悪いものを吸い込まないように、こういう、うん、映画で出てくるような、こうなんかカプセルついた、分かるよ、うん、フィルターついたやつするんですけど、うん、するんすけど、ここから入っちゃうんですよね、どうしても。お、隙間がぴったりじゃないんで、うん、ホストマスク取ると、ここが黒の塗料乗ってれば、うん、ここが真っ黒にビューってクマみたいについたり、もうとんでもない歌舞伎役者みたいな。うわ、もうとんでもないもう本当に一回緑の、ああ、まあ緑のシャッター、工場の大きいシャッターをやったの、吹き付けでしてたんですよ、うん、そしたらもう全面防備でやってたんですけど、うん、もうシュレックみたいになってました、ね、もうまつげも固まっちゃって。マジでやばいっすよ。でそん時は呼ばなくていいわ。そん時来たらもう最強っすよ。え、マジ？何でもできますよ。へえ。塗装気になるんだよな。この前電話で聞いたじゃん、デニム柄ってどうやって出すとか。あれ何だったんですか？いや、ちょっとね、いろいろちょっとやってみたくてさ、はいはいはい、木材をやっぱデニム柄にしたくて、はいはいはい、まあやってないんだけど、はい、そういうのとかさ、はい、パッと答えれたからすげえなと思って、はい、デニム柄、木がデニム柄だったらめっちゃおしゃれじゃない？ありますよね。あるんだ。ありますよね。マジか。はい、なんか画期的だなと思って思いついたんだけど。ありますよ。あるんだ。はい、でも本当それはやる人の味だから正解はないっすね。あ、まあね、はい、デニムっていう色があんのかなと思ってたの。デニム風ってことっすよね。そうそうそう、エイジング塗装っていう、うん、そう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 、
エイジング塗装ってなんかわざとなんか古びたみたいな。そうですね、古びたように塗装する。そのエイジング塗装の塗料もあるの？あ、ある。塗り方だけじゃない？ありますよ、多分あります、あります。へえ。もうただ塗るだけでエイジング風になるみたいなのもやってみたいわ。市販とかであるんじゃないですかね、多分。ホームセンターで売ってる？ホームセンターで売ってるかわかんないですけど、ネットとかに売ってる？多分ありますよ。へえ。じゃあ今度やってみるわ。やってみてください。ぜひ。はい、ぜひ。ぜひ。俺がやるんだからね。やってみてください。へえ。そういうのやると面白いですよね。で面白いよ、はい。ただ一色じゃなくて、そうそうそう、味が出せるっていう。そう、デニムとか、まあ、あとなんだろうな、なんかなんかこれ塗りたいなっていうのが最近多いんだよね。はいはい。けど大体家具。ああ、もったいない、塗るの。家具ですか？家具とかもったいない。もったいないのかな、塗っちゃうと。いや、そんなことないっすよ。だ、うまく塗れる自信がないからさ。最近流行ってるのはやっぱモルタル風。モルタル風。ああ、モルタル風ってなんだ。モルタルってわかります？モルタルはわかるよ。だからあの天板にモルタル風の、まあ、左官材料とか塗りつけて、うん、こうもうなんていうんですか、コンクリートみたいなパッと見。おお。よくカフェの、カフェとかでよくバーとかで見かけないですか？うん、俺カフェとかバーとか行かないから。あ、マジですか？全然行かないから。行ってそうっすけど、ね、行ってそうだ。行ってそうっすけど、全然わかんない。そういうのとか流行ってますよね。へえ、そうなんだ。ちょっとわかんないっす。あ、そう、お店とかもやんなきゃと。お店もそうですね。まだそんな数はないですけど。じゃあバンバン、じゃああれだね、広げていかないと。はい。ね、またここで宣伝しようね。ちゃんと。そうそうね。ヤイズ TV でいつ来るの次？まあ6月か。そうだね。6月だね。6月来ようか。ちょっと梅雨時なんで忙しいっすね。え、梅雨時だから暇じゃないの？逆に。いや、詰まっちゃうっす。何が？夏、梅雨時なんで。あ、夏の仕事を梅雨に終わらしちゃいたいってこと？ちょっと言うの。ああ、わかんない。雨で、みたいな、ね。そう。ああ、そういうことね。そう。晴れの日にがっつりやんないといけない。そう。あ、じゃあ7月だね。そう。OKOK。7月、8月、9月で来てくれれば。はい。ね。取れるかもしれないからね、仕事がね。はい。ね。ということで、させてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございます。次のチャンネル、カッピーのジョイザーワールドですね。シンガーソングライター。どうす。よろしくお願いします。かっけえ。俺楽器何もできねえからな。ギターかっこいいっすね。ね。似合いそうじゃん。マジっすか。今度教わってきな。教わろ。ハハ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 ハ